平と申す。これより五影会談を始める。時間が惜しい。まずはわしがお前らを招集した理由。So if he called them all here, is he the leader of all of them or something? わしがお前らを招集した理由。それはいい加減お前らの真偽を問うためだ。またいきなりじゃぜ、雷影。真偽とは大げさなものいいじゃな。しらじらしいこと言うな、土影。お前が一番怪しいんだぞ。なんじゃと？木の葉、岩、砂、霧。お前らの里の抜け人で構成されとるのが暁だ。しかもお前らの中には暁を利用してきた者がおることも調べがついておる。ふん。利用？利用とはどういうことだ？風影のくせに何も知らされてないのか。お前らはかつて暁を利用してきたのだぞ。Man, everyone's like pointing fingers at that. 今や大国は一様に安定してきた。軍拡から軍縮へと移行しとる。じゃがそれには当然リスクがつきまとう。突然戦争になったら誰が戦う？そのリスクを回避する一つの方法が戦闘傭兵集団暁だったということか。奴らは安い金で戦争を受け負い、その上最高の結果をもたらしてくれたもんじゃぜ。開き直るな、土影。どうなされた水影ども。My fucking throat, man. 正直に言います。実は先代の四代目水影は何者かに操られていたのではないかという疑いがありました。それが暁の可能性もあった。だから霧隠れとしてはそれを公にするわけにはいかず。やはりお前のところもか。全くどいつもこいつも。立場のことで言い争う前に一つ、この場にいる皆に伝えたいことがある。なんだ？暁のリーダーはおそらく内葉マダラだ。何？わしにもまだよくわからぬが、確かな情報だ。奴は死んだとばかり思っておったが、まさか本物の化け物だったとはの。中立国の立場から言わせていただこう。こうして五影が全員揃うことも滅多にあることではない。どうであろう、暁を処理するまでの間、世界初の五大隠れ里忍び連合軍を作ってみては。連合軍だと？良い案だ。今は非常事態に等しい。協力こそが必要だ。わしも別に構わんぜ。だが問題は連合軍の権限を誰に託すかじゃが。あなた方だけでは揉め事になる。それゆえ拙者から提案させていただこう。人中力が木の葉の九尾だけとなった今、それをどう導くかが鍵となる。そしてそれぞれの性格、年齢、諸国への顔の聞き方を含めて判断した結果、拙者としては木影に忍び連合軍の体験を任せてはいかがかと思う。なんだと？ What a butthurt little bitch! 嘘だ！そんなのデタラメだ！そんな、まさか。嘘ではない。これこそ内杯たちの真実。奴はサスケのため、この葉のために死んだ。どういうことだ？それがもし真実だとして、それを知ったサスケはなぜこの葉に戻ってこない？サスケの死としてサスケの本心を分かっているつもりだろうが、とんだお門違いだ。本物だ。本物の復讐者だよ、彼は。なんでだってばよ。なんであいつが、どうしてこんなことになっちまう。どうして復讐に向かっちまう。仕方ないのさ。それが血塗られた内派の憎しみの運命。 Ooh, I like that rotation of the camera though. 昔忍びの祖、陸道仙人の時代から続く憎しみの呪いなのだからな。憎しみ、呪いだと。かつて
陸道仙人には二人の子供がいた。 Man, what a fucking long ass goddamn cutscene. 共に成長した二人だったが、彼らの平和に対する思想は二つに分かれた。兄は平和には力が必要だと悟り、弟は平和には愛が必要だと悟った。そして陸道仙人の後継者を選ぶ際、仙人は愛を求めた弟を指名した。 Burn. この決定に怒った兄は弟を憎み、争いを仕掛けた。時が経ち、血が薄れても二人の子孫は争い続けた。兄の子孫は後に内派と呼ばれ、弟の子孫は後に千住と呼ばれるようになる。千住、つまりは初代火影の一族か。そうだ、俺は初代火影である千住柱間と幾度も幾度も拳を合わせ渦巻きなると。お前の中にはあの千住の火の意志が宿っているのが分かる。千住と内葉、火の意志と憎しみ、ナルトとサスケ。I like that little comparison right there. It's pretty cool. Makes you think about the whole plot of the world. Sasuke は内派の憎しみをすべて背負い、その憎しみの呪いを世界へぶつけるつもりだ。最も強い武器であり、友であり、力である憎しみ。それがSasukeの人道なのだ。お前はいずれサスケと戦うことになるだろう。いや、俺がお前にサスケをぶつける。長きにわたる因縁の戦い、内派の存在をサスケに証明させるためにな。サスケはお前のおもちゃじゃねえ。勝手なこと言ってんな。くだらないその証明が目的なら、なぜ美女を集める。お前の目的は一体何だ。何が望みなんだ。そうだな、強いて言うなら完全体になることか。どういうことだ。お前らに話してもあまり意味がない。もっと効果的な場で話す。お前らとの会話楽しかったよ。じゃあな。Okay, I got kind of close to the sound effects, I guess. I suppose. Son of a bitch. Can I read the message? Yeah. So, he basically just asked me a simple... God damn it! Naze koitsu ni shinobi rengo no taiken o makasu? Koitsu wa shinobi no yami no daimeishi ga tsuku otoko da zo. Kore wa chūritsu no tachiba kara reisei na handan de teian shiteiru dake de gozaru.私でよければその任を受け負うつもりだ。ふざけるな。そのようなこと誰が。ちょっと待っていただきたい。水影殿、その包帯の下の右目を見せていただけませんか。青、火影様の包帯の下とはどういうことなのです。どうにもこれまでの流れが釈然とせず、勝手ながら火影殿に対し私の白眼を使わせてもらいました。するとそこに見えたのは、遥か昔戦ったことのある内派止水のシャリンガン。止水の道術はあたかも己の意志であるかのように疑似体験させる術だった。I like this. I like this a lot better than the TV show itself. お前まさか御船を術にかけ、ことが有利に運ぶよう仕向けたのか。他の方々を騙すことはできても、私の白眼はごまかせませんよ。おかげ殿。貴様。ハロえい、次から次へと。なんだ。内派サスケが侵入してるよ。さて、どこに隠れているんでしょうか。みんなでサスケを探してみよう。なんだと。サスケ、
なぜあいつが? What a fucking dickwad. This is what the part I never understood. Is Zetsu on Sasuke's side at this point, or is he just being a fucking prickwad and just coming in here in the middle of the fucking meeting and just giving his position away? I never understood. What a dickbag. Really.誰が一番最初に会えるかな、うん、下手か飛んで火にいる夏の虫とはまさにこのことだるい C Oh it's C okay I thought it was Lee Cause Lee's writing on this game is like messed up It looks like a C B の敵を取る行くぞ So C and Lee Wow very original Very original この階段も面白くなりそうじゃぜ青殿火影の動術がまだ継続中か確認していただきたい。いや、今は経絡系のチャクラの流れも穏やかだ。術は解けている。火影殿、信用を欠いてしまったな。こんな手を使わずとも、あなたに決めたやもしれぬのに。やもしれぬでは困るのだ。わしは忍びの世界を守るために、どんな手でも使うつもりだ。話し合いでこの世界が一つになることはない時間をかけて道徳的にやっていては何理想を実現するには時間がかかるもんじゃぜ良かれと思っても結果不信を生みわだかまりを生み、憎しみを生む団蔵今はお前の言っていることすら信用できん信用があろうとなかろうと結果は必要だそれが世界それが人間分かち合うこと信じることそれをやめたら世界に残るのは恐怖だけだ道徳を考慮しないやり方や諦めは今の俺にとって受け入れがたいものになった難しいことは簡単に言うな里を治めることをまだ何も知らぬガキが It's like 15 minutes of this is just pure cuts 今のうちに聞きたいことがあったら何でも質問しろ先輩として何でも答えようなあ団蔵だとならおお何でも答えてやるぞ若造あんたたちはいつ己を捨てたんさてガラ俺たちはどうする前の奪回任務では木の葉に協力したが今は暁に成り下がった輩だぞうちやサスケか OK finally we get to fight This is cool I like it 階段上に侵入したはいいがあいつまた様子を見てくるって出てったきり戻ってこねえぞええ今度こそ。How much you wanna bet he was a dickwad to you guys? He just like revealed your position. こちらにはいないぞ。奥を探せ。うちはサスケを絶対に逃がすな。おうよ。あれ、なんかバレちゃってるみたいだね。今度も外れだな、水月。あいつはただ置いて帰ったわけじゃないようだ。こっちの方が立ち。反応やろ。行くぞ。Just goes to like the middle. 目標はあくまで断蔵。その邪魔をするなら切り伏せるだけだ。So if Danzo always has a Sharingan on, どうした? Like how high is his chakra level? Sasuke, お前。It's crazy, dude. Like, who the fuck is that guy? Who the hell just like camps outside of a goddamn? What the? Wow. Okay.Peddler maybe. Peddler. Pet. Peddlers. Oh, gray and like the garbage man is out there. Peddlers may be doing business even in an area without shops. They mainly deal in ninja tools and recovery items. So go to them if you run out of ninja tools while traveling. I don't think I'll run out of anything. It should be good for a while. This is feeling. Kareem, shut the fuck up. I thought there was a safe mark. Makes you my customer. Speak up.I thought it was like a safe point. It's whatever. We're good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 . Shut up! Goddamn. So yeah, guy sent me a message. I was very... Fuck it! I might as well explain this in a different video.
Plus, you got the garbage man out here. Fucking douchebag. No consideration for people. なんかすごい怒ってるんだけど。こいつらは雲隠れの上人。真ん中のでかいのは雷影だ。簡単には通してもらえない。そういえばカリンは？さっきの衝撃を利用してうまく隠れたようだ。逃げ足だけは早いよね。まあいいけど、そうしてもらった方が思いっきり暴れられる。 What a pussy! カリン is just like, カリン、ケリン、just like Sakura.